車体上げの瀬作業実演新幹線なるほど、発見例は、東海旅客鉄道が、静岡県浜松市にある、浜松工場を会場に、毎年7月最終週の土日曜日に開催している、一般公開イベントである。2018年9月には、最後の車体上げの瀬が、2019年には例年2月5日、6日に、開催され多くの入場者で賑わった。 2020年は新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止が発表された。新幹線の利用促進の営業施策の一環として行っている。1994年に東海道新幹線の開業30周年を記念して一般公開イベントを開催したのが始まりで、翌1995年の新幹線なるほど体験例を経て、 1996年から現在の名称で開催されるようになった。なお、国鉄末期の1986年にも新幹線夏祭りという名称で同様のイベントを開催している。工場の構内、設備機械や各種車両の展示などを行い、親子連れを中心に1から2万人の見学者を集め、好評を博している。特に新幹線車両の運転台見学は、 毎年多数の希望者が列を作る状況になっていることから近年では事前の応募が必要となっている。東京方面からは JR 東海ツアーズを筆頭に JTB やクラブツーリズムなどが浜港新幹線と題した新幹線の貸切臨時列車を仕立て引っ込め線を経由して浜松工場内へ直接乗り入れるツアーを開催している。 これ以降毎年7月最終週の土曜、日曜日に開催東海旅客鉄道ホームページ h t t p s j r c e n t r a l c o j p スラッシュ。ありがとうございます。